こんにちは、皆さん。ですね、今週の日曜日がとうとうホノルルマラソンなんです。知っている方は知っていると思いますが、私はホノルルマラソンにエントリーしたんだけど、フルマラソンではありません。 10K に10キロですね、にエントリーをしたんです。でね、今週の日曜日で、今日は木曜日なんだけど、一緒に走る友達とちょっと軽く練習みたいな感じで、コーリナのビーチ沿いをちょっと今日一緒にジョギングしに行くのね。で、私の時間帯とその彼女の時間帯を合わせた時に夕方になっちゃって、で5時半ぐらいに日が落ちるから、4時半ぐらいにあっちに着いて、でちょっと1時間ぐらいゆっくりジョギングしながら、だからこれから私はコーリナにジョギングしに行くんですけどね、ちょっとそれの関連でさ、見せたいのがあるな。見てー、このほら、ゼッケンだよ。ゼッケンを今日もらったんだよ。あのね、エントリーした人はなんか会場とかに取りに行くやつだったんだけど、私は知り合いがこれ関係のお仕事してる人だから、そう、今日手渡しで持ってきてくれてね、これと、あと T シャツ、ホノルルマラソンの T シャツ、私の M サイズをいただきました。私のマラソンのシューズはこれなんだよ。すんごい昔に買ったナイキのシューズなの。なんかさ、風がすごいあるから汗かかないな、多分。よし。はい。これ、いつも使ってる、ビーチとか行くときに使ってる、一応、水を弾く生地のポーチなんだけど、全然濡れる。これにね、ドライバーライセンスと、あと、まあ、一応カードを。デビットカードが入ってて、であと一応ワイヤレスのヘッドフォンと、あと携帯入れるって感じかな。で、この長袖をとりあえずちょっと羽織で、帽子はいいかな。水持って、行くぞ。私さ、ちょっとビデオ撮ってもいい？もちろんね。ここで走るよ。雪どこ行った？雪どこ行った？これ？あ、これだ。今6キロ終わったよ。もうちょっと、ずっとね、走ってる。行きましょうか。頑張りよ。一応さ。帰るで。はいはいはい。今ね、6時45分なんだけど、聞いてください。10キロ走りました。やっと、私は今まで10キロ走ったことはなかったんで、初めて、これはお友達のパワーでしょうか。ね、私のお友達、私の誕生日と同じ日なの、生まれた日が。誕生日一緒なの。そのパワー？誕生日ツインのパワーなのか分かりませんか？
そう。ハロー。お家に帰ってきました。皆さん、今何時だと思う？夕方、はい。今7時1分でございます。やっとお家に着きましたよ。なんとですね、10キロ初めて走ってきました。ちょびっと、歩いたけど、でも今までで一番この、何？走り切った感じ？大体全部走ったって感じ？ね、やっぱさ、このお友達がいて、やっぱ雰囲気だよね。雰囲気と、あとなんか海沿いだし、で今日風も多かったから、涼しくってね。でしかも私がいつも走ってるところっていうのは家の周りとかだとさ、結構坂とかがあるの、微妙な坂が。でも今日行ったね、氷名のあのビーチ沿いのラグーンをさ、こう、あのラグーン1から4まであるんだけど、そこをさ、もうラグーン沿いにこう全部走ってたので、あの、全部こう、もうフラットだから、坂とかなくて全部フラットだったし、コンクリートだから走りやすくってね。で、はい。やっと一応10キロ終わったで。今日も一緒に走ってた友達、15年ぶりに会うのよ。15年ぶり。15年ぶりだぜ。15年ぶりだから、ちょっとさ、キャッチアップしながら走ってた。喋りながら走ってたから。だからちょっと時間、まあ、多分かかったんだよね。うん。だけど、本番は多分、もうちょっと早く行けると思うから。よかった。とりあえずこの練習のうちに10キロ走れてるから、行けるんだわ。行けるんだわ。うん。だから多分本番は、あのね、友達がね、目標はあるのみたいな。あの、私は、遅くても、絶対に走る。歩かないって言ってたから、OK と思って、じゃあ私も、とりあえず歩きませんと。ゆっくりでもいいから走って観測っていう感じで、じゃあ私も目標を、はい、あの、立てようかなと思います。ちょっとね、今まで練習してた感じだと、あー、これはもしかしたら歩くなみたいな1マイル置きずつ歩いてるからさ、歩くなみたいなって思ってたんだけど、まあ、ちょっといけそう。今日ね、今日走っていけるなと思ったの。あの、ほら、夕方だったじゃない。で、夕日が下がってって温度も下がってたからさ、なんかあの、肌温っていうのも良かったし、温度も良かったしさ、風もあったし、フラットだったから走りやすかったしっていうので、なんかね、結構パーフェクトだったんだよな、今日の練習のあれが。で、10キロ余裕でいけたから、はい、ちょっと本番は、ね、もうちょっとプッシュして、あとは、そのね、いろんな走ってる人たちの雰囲気で、多分いけるんじゃないかな。で、なんか、10キロいけたら多分、ハーフマラソンとかね、多分なるのかなと思うんだけど、とりあえずまあ、とりあえずね、目やってみよう。やってみよう。とりあえず10キロやってみようと思う。このビログはさ、多分短いと思うからね、明日、金曜日なんですよ。で、ネイルアポイントメントを入れたの。久しぶりに。ネイルしたくって。で、それ行くから、ちょっとそのビログも撮ろうかなと思ってるんで、それの続きを見てねって感じかな、この後。っていう感じ。ちょっと、昔はさ、昔のビログはね、なんかこう何日かを一緒にくっつけてやったんだけど、うん、いろいろ考えてる。いろいろ考えててね。ちょっと今回のビログが短くなりそうだから、ちょっと明日の分くっつけようと思います。OK？ ではまたね。So I have to make international driver license. Oh, you need your photos taken here? Yes. Okay, can I see your driver's license? Sure. There you go. I can actually take your photos for you. Okay, good. Okay, thank you. Can I go now? Yeah, okay. Thank you. Thanks. Okay.Should I put the bags down? It'll be fine. No? No. Just look at the mirror. Pretty one, two.
You want to see it before I print it? Yes. Where do I? Okay. With her. With her? Okay. Yeah. Does this look okay? That's fine. Yeah. Okay. Sounds good. I'll have these printed and then I'll bring them up for you. Okay. I don't think so. Okay. Yeah. Sorry. Kami ga kawaii kunai. おお、ちょちょいのちょいだったぜ。ちょちょいのちょいだったぜ。ということで、私はそうなんです。今月ですよ。もうすぐなんだけどね。私が何をしていたかというとですね。ですね。インターナショナルドライバーズライセンスを作ってきました。なんで？なんでインターナショナルドライバーライセンスなんて取りに行ってんの？アメリカ国外に旅行に行くから。どこに？ジャパン。ジャパンでございますよ。来た来た。とうとう来たよ。私の日本のあれ来たよ。私の番来たよ。ずっと待ってた6年間ね。って言ってもね、2週間ちょっとぐらいしか行けないんだけど、まあとりあえず、はい。今週はですね、そんな感じでいろいろ、今週、来週、まあずっとそうなんだけど、いろいろ準備をしてきてて、今、インターナショナルライセンス取ったでしょう。で、来週はね、テストも受けに行かないといけないし、コロナの、ね、飛行機乗るためのやつ、やらなきゃだし、あと、長袖とかね、いろいろ買い漁ったりとか今してて、そう、古着屋さんに行ってみたりとか、もし古着屋さんね、3軒ぐらい回ってないんだったらもう仕方ないから買うとか、そんな感じで、なんか空いた時間はそうやって、こうね、古着屋さん行ったりとかいろいろしてて、最近はそんな感じで、はい、まあ、少しずつ準備してきてるんだけど、私はこれからネイルサロンに行くんでございます。あはん、イエス。ちょっとね、日本にいる時はちょっと you know、 可愛くなってたいなと思ってこれから行くんでございますけど、思ったよりすぐ終わったから、はい、思ったよりすぐ終わったの。思って本当なんか待たなきゃかなとか思ったんだけど、思った以上にすぐ終わったから、私はコーヒーをこれから買いに行って、今日 いっぱいも飲んでないからね、ゼロコーヒー今日は。そうなんで、コーヒーを買いに行って、それでそうだね、ネイルアポイントメントに行こうと思いますよ。Oops, thank you so much.こんにちは。帰ってきました。見て、超可愛いでしょ。日本人のあやさんっていう方にやっていただきました。ありがとう、あやさん。超楽しかったです。あとね、2時間ぐらい、多分私がちょっとさ、喋りすぎちゃってさ、多分押しちゃったんだと思うの。もっと絶対彼女は早いと思うんだけど、そう、すごいいい時間を過ごせましたよ。あやさんのインスタグラムはこれなんで、ぜひ皆さんチェックしてみてね。天気走ったじゃん。で、その前からなんだけどね、ちょっと子供たちが風邪っぽくって、で、私は全然大丈夫だったの。なんだけど、昨日さ、ちょっと天気走って、で、なんかちょっと喉がおかしいなっていう感じだったんだ。で、今日、朝起きたらさ、やっぱりちょっと喉痛くってね、熱とかはないんだけど、ちょっと頭痛があったりとかして、だから、ね、これ分かる？これさ、ネイルつけた日になるんですよ、なんか。なんかもうこういう風にやりたくなっちゃう。
だけど、そう、今回のビログさ、ちょっと短いかもしれないんですけど、エンジョイしてくれた方はぜひ、LIKE をしてくださいね。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ!